丸に、火事の葉、安倍氏は、品野国の名族重野氏系の武家の氏族。南北朝期には、諏訪上島に属し、後に、駿河に移住して、江戸期は、武蔵岡部藩として存続した。出自は、品野国の名族重野氏の着流、運の氏と伝えられる。家系図では、運の幸きよしのこの来心からとされる。南北朝時代、安倍氏の祖は、品野宮と呼ばれた。 五代醐天皇の御子宗永神皇に従った、諏訪上党に属し、宮方として戦ったとされる。宗永神皇は、1355年に、貴郷ヶ原の戦いで、品濃守護小笠原長期に敗れ、1374年に、吉野へと去る。諏訪の名手とも言うべき諏訪氏は、貴郷ヶ原の戦い以後は、南朝と距離を置いたとされ、諏訪上党の各家も徐々に各地に散り、 安倍氏の祖母時期は不明ながら、駿河の安倍谷へと移住して、安倍を名乗った。戦国時代には、駿河守護か今川氏に属し、安倍元臣の時代に、今川氏が滅亡して、徳川氏に従った。後を継いだ安倍信勝は、小牧、長久手の戦いで活躍、徳川家康の関東入国に伴い武蔵国、岡部にご戦国の治療を受けた。 慶安二年に火蔵により一万九千国となって大名に弟子、その後も増減はあるものの大名家として存続した。祖が諏訪神等に属していたため、諏訪明神の神門である火事の葉に由来して、まるに火事の葉となっている。また、千字の旗印として、同じ茂の四刑雲の支流の真田氏と同じ六連禅を使っており、書流の中には家門としている家もある。 安倍氏の六連禅は、真田氏の銭に縁がある図案である。ありがとうございます。